ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回ご紹介するのは海洋堂リボジオギラファノコギリクワガタです。中身はですね、本体とでパーツですね、飛翔用の羽の交換パーツ、そしてスタンドが入ってますね。そしてこの取扱説明書、これだけが入ってますね。今回ジボリオのギラファノコギリクワガタですけれどもね、このギラファというのは動物のキリン、首の長いキリンですね、それを意味しているそうです。このギラファノコギリクワガタの大顎がですね、日本のノコギリクワガタのように湾曲せず直線的に伸びることから、この顎をですねキリンの首に見立ててギラファという名前が付けられたそうです。このクワガタは世界最大のクワガタとして有名ですね。現在全長118ミリを超える個体が見つかっているそうです。ネパール、インドから東南アジアの島々まで広く分布し、中でもフローレス島とその周辺の個体は立派な大顎を持ってサイズも大きいそうです。それではちょっと手に取って見てみます。うわー、でっかいですね。もうこの大顎はね、これ本当にもうアートですよね。これ素晴らしい形してますね。このね、色合いといい、ツヤといい、本物そっくり。むちゃくちゃリアルですね。裏はこんな感じですね。この部分にスタンドが付けられるんですね。で、ここがこういうふうにね、はい、蓋になってて開きます。そうするとここに穴があるんですね。で、付けないときはこうして閉じておくんですね。目立たないように。はい。うまくできてますね。このね、口のところなんかもう本当リアルですよ、これ。手のひらに乗せるとこんな感じになっちゃうんですよね、これね。さすがにね、世界最大のクワガタとはいえね、これほどのね、サイズはいないと思いますのでね、これ、このね、顎の先からお尻のね、先まで、だいたいね、200ミリアップありましたよ。ね。まあ、最大サイズがまあ、120程度ですのでね。かなり大きいですね。こんなのが本当にいたらね、もう化け物ですね。このギラファクワガタはね、20箇所稼働するっていうふうにね、書いてます。まずこの顎ですね。顎が閉じたり開いたり。しますね。そしてこの頭の部分がね、こういう風に動きます。いや、目もリアルですね、これね。そしてこの胸の部分ですね、こんな風に動きますね。それからこの足ですね、足はもうこういう風に自由にね、この先の部分は動かないですけどね、この根元とこの関節の部分ですね、こういうふうにスムーズに動きますね。実際のクワガタとね、近い可動範囲で動くようになってますね。はあ、いいですね。この触覚はちょっとね、固定されてるみたいですね。で、この足のね、この付け根のとこにね、こういう黄色いね、模様が入ってます。こういうとこもちゃんとね、表現されてますよね。アームスタンドのね、パーツがこれだけあります。これはね、ここにマグネットがついててね、で、金属のところにピタッとくっつけるようになってますね。
そしてまあ通常のこの土台ですね。はい。で、この短いアームと長いアームがついてますね。そしてこのね、クワ型の胸の部分にですね、ここに蓋がついてますので、これをこういうふうに開けますね。はい、ここに穴が開いてますね。ここを差し込みます。スタンドを使ってギラファノコギリがこう怒ってね、威嚇してるポーズをね、ちょっと再現してみました。この頭をグッと持ち上げてね、で、この顎をガッと開いてね、で、威嚇するんですね。で、この時にね、この触覚はね、こうしてピコ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 動かすんですね。それが結構可愛いんですけどね。それではね、羽ばたいてるポーズを作りたいと思います。パーツがね、飛翔用のパーツがありますので、まずね、ここの背中の羽の部分を、これね、はい、このように外します。こんな感じですね。そしてこのね、飛翔用のパーツがあります。これを、ここに取り付けます。はい、こんな感じですね。で、ここにね、羽をくっつけるジョイントが4つついてますね。そしてこのように内バネ外バネをつけました。うわー、もうちゃくちゃリアル、すごっ。それではスタンドを使ってポーズをとってみます。このね、アームは当然この長い方を使いますね。おっ、仕込みました。ちょっと飛翔ポーズ作ってみました。いや、かっこいい、ほんとリアルですね。今持っているジボリオのシリーズをね、すべて並べてみました。本当にね、どれもこれもね、素晴らしいです。今回のね、ギラファノコギリクワガタもね、私クワガタムシとかのね、飼育もしてるので、もうサイズ感の違いだけでね、もうほとんど本物って感じですね。いや、本当によくできてます。このシリーズね、買い損ねたのもありますけどね、今後もね、ずっと買っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ということでですね、今回ご紹介したのは海洋堂リボジオギラファノコギリクワガタでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。